こんにちは、こなみです。今日はですね、毎年、発売される、ベースボールマガ、毎年ベースボールマガジン社さんから発売される女子プロレスカードの大当たりのサイン入りカードと、あとメッセージ入りカードの特典の、カードにサインをひたすら書いていく動画を撮りたいと思います。めっちゃ眠い。はい、これなんですけど、なんか毎年ね、この正月の時期になると送られてくるんですけど、ペン、あとこれが直筆サインカード、直筆サインカードです。これにひたすらサインを書いていきます。何枚あるんだろう、 100? 100ぐらいかな。サイン、このサインです。これが2束入ってました。私のどんな写真が使われたんだろう。あ、なるほど、これが今回女子プロレスカードにの大当たりとして入っている私のサイン入りカードらしいです。じゃあね、早速サインめっちゃ書いていきたいと思います。今年はサインだけなんだね。去年はなんかメッセージも入れてって言われたんだけど、今年は多分サインだけっぽいな。あ、少数枚メッセージ入りやイラスト入りなど書いても大丈夫。書いていきます。と見えやすいようにアングルを切り替えました。こんくらいです。多分2つでね、このこんくらいの量がの当たりが全国に散らばってるそうです。ぜひ女子プロレスカード買ってください。ベースボールマガジン社さんから出てる、多分本屋さんとかによくプロ野球カードって売ってると思うんですけど、それのプロレスラーバージョンですね。こうやってサインも入ってるので、早速サインをひたすら書いていきたいと思います。ふん、1枚目ー。5枚くらいなんかメッセージ入れようかな。 1,2,3,4,5 5枚メッセージ入りにしよう。波という名の大きな波を。2017年も頑張ろう。
え、何書こうかな。書くことがない。ビッグウェーブ起こすぞ。恥ずかしい。今日も一日お疲れ様です。最後1位。UFO レスラーです。自称。その5枚が大当たり。あと5枚メッセージ入り書こう。あー、まだまだあるが痛い。この間福袋に入ってたコップ使ってます。軽い軽い。チョコレート食べよう。あった。このチョコレートめっちゃ美味しいよ。いつも試合前にこれ食べる。これチョコレート食べないと試合ができない。このなんか結構溶けやすい。そうメルティーキッスのいちごホワイト、こんな感じ。そうめっちゃうまい。おいしい。過去はい。なんかこの女子プロレスカードのサイン入りとは別にノーマルのカードがあるんだけど、それをよくねサインしてくださいって持ってきてくれる人がいるんですけど、
なんで2枚持ってるんだろうっていつも思う。なんかそのサインしてくださいって持ってくる人、なんか大体の人が2枚カード持ってて、このノーマルのカードを2枚。なんで2枚持ってるんだろう。保存用と、見る用？謎。このサインカードをさ、当てた人、今まで一人しか見てないな。こんなに書いてるのに。レアだね。終わり。こんだけサインしました。わかりにくい。はい、女子プロレスカードのあたりのサインを書き終わりました。全部書き終わった。これがね、全国に散らばっていくみたいなので、当たりが出た人はきっとラッキー。他の選手ももね、もちろんあるので、私だけじゃなくて、多分他の選手もこうやって皆さん書かれてるので、その中で自分はメッセージカードを10枚書きました。これね、一言一言全部違うこと書いたので、当たった人は大当たりです。ということで、今日はひたすら、ただひたすらにこの女子プロレスカードのサインを書くという動画でした。ありがとうございました。